よいしょ。おんも。よいしょ。よいしょ。腰いった。痛くないけど。どっちやねん。なんか穴開いてる。Yuzi in UK。はい、イジーです。ということで本日なんですけども、こちらのね、荷物がまさかの学校に届いたということでですね、僕何も頼んでないんですよね。だからちょっと何が入ってるかっていうのがちょっとわかんなくてですね、恐る恐るなんですけども、とりあえずね、あと送り先とかもちょっとわかんなくて、一応ね、イギリスからになってるんですよね。だから、はい、とりあえず今部屋に持ってきたんですけども、何が入ってるかをね、開けていきたいと思います。いや、これでね、開けて爆発したりしたらシャレになんないですけど、よいしょ。まあ、そんなね、危険物は多分入ってないと思うんで。よいしょ。あ、重い。じゃあ、まずこちらのね、箱からいきたいと思います。結構重くてですね、なんか、どれぐらいかな ?5 キロ ?5 キロとかだと思います。で、おなるほどね。では、いきます。ボン。おー、ちょっと待って。これだ。見てください、このマーク。これ、あれですよ、僕が超大好きな、スムージーメーカーのイノセントっていうイギリスの本社にね、本社が、あるね、会社があるんですけども、多分そちらの方からですね。はい。メッセージカードが入ってたので、ちょっと読んでみたいと思います。Here's a little something to say. Thanks a lot for helping us out in Japan. We also thought your classmate might need a bit of cheering up during lockdown too. Whether it's in London or Japan, you're a legend. Okay. Love, innocent. Oh my god. It's amazing, mate. Aww, it's so lovely. Look at that. The picture is so nice.Wait, is it like... これもしかしてイノセントのハガキですかね。いや、すごいな。めっちゃ可愛い。見てください、これ。めっちゃいろんなね、食べ物じゃないわ。うん。まあ、よくわかんないけど、鳥とか、猫か豚かわかんない。嬉しいな、めっちゃ。はい、ありがとうございます。ちょっと中にね、何が入ってるのか見ていきたいと思います。まずちょっとね、目に入ったのがこちらなんですけども。バナナの、これ、お、すげえ、イノセントって書いてあんじゃん。ちょっと待って。あ、これあれだ、バッグだ。なんて言うんだっけ、お買い物とかするときのなんだっけ、なんちゃらバッグ。エコバッグかな?エコバッグが入ってましたね。すごい、嬉しい。これから使いたいと思います。そして、待って、これ。すげえな。ソークスですね。2ヶ月ぐらい前にですね、ツイッターで、日本の支社のね、イノセントの支社の方とご連絡させていただく機会があってですね、まあ、その時に、もしかしたら送れるかもしれないんで、イギリス本社から何かね、送るかもしれないんで、楽しみにしておいてください、的なことをね、言ってくださったんですよ。はい、それで、まさかね、こんな送ってくださると思ってなくて、いや、超嬉しいですね。ありがとうございます。で、イノセントの会社自体はものすごい面白い会社で、すごいね、自由だっていうことをおっしゃってました。もしね、その機会があれば、企業訪問とかね、させていただけたら嬉しいなっていうふうに思っています。そして、こちら、なんだこれは。これは、コーヒーのカップ?Keep カップっていう、これはイノセントは関係ないのかな?あ、すごい。わざわざ、もしかしたら飲むようにです。イノセントって書いてあるじゃん。すげえ。イノセントって書いてある。これなんだろうな。なんか、ちょっと使い方が、使い方が分かんないんですけども、飲む用のカップですね。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。そして、これはなんだ?これはあれかな?送るときの、送るときのなんだっけ?送るときのなんちゃら剤ですね。周りを、吸収を、そして中身は、なんと、すげえ。これ、あれだ。300ml のイノセントのジュースがですね、何本だろうな。8本ぐらいかな。8本入ってて、よいしょ。それプラスですね。これが2つ入ってますね。いやー、嬉しいな。で、さっきね、クラスメートの子、重い。クラスメートの声も分けてあげるみたいなこと書いてあったんで、ちょっと後でね、配りに行きたいと思います。次にですね、こちらの2つ目の箱に移りたいと思います。
ちも、うわ、重いな。はい、では、いきます。あ、うお、ちょっと待って、もう出てるんだけど、よいしょ。うわ、あ、重い。あ、やばい。ちょっと待って、じゃあちょっとこれはですね、出しながらいきたいと思います。よいしょ。うわ、マジか、すごいな。イノセントのですね、マンゴーとイチゴが超大好きなんですよ。で、それをね、動画内とかでもよく飲んでたんですけども、まさかのですね、マンゴーとイチゴを送ってくれたということで、え、マジで言ってる？本当にいいんですかね？ここまでしていただいて。もうちょっと、ね、嬉しすぎて、言葉にならないんですけども。で、うわ、こちら、マンゴーも来ましたね。いや、マジか。この二つはですね、本当に好きなんですよ。もう、動画、過去の動画とか見てもらったらわかるんですけど、もうほとんどね、毎週、買っては飲んで、繰り返してたね。で、最近ロックダウンでスーパーに行けてないんでね、全然飲めないということで、ずっとね、欲していました。いやー、ありがたいな、本当に。そして、おー、ちょっと待って、これ僕飲んだことないやつだ。ラズベリーかな？ラズベリーと、あと、リンゴかな？リンゴラズベリーみたいなね、ちょっとね、さっきのと比べたら、おっきめのやつなんですけど、こちらもね、8本入っていましたね。超嬉しい。本当にね、ありがとうございます。いただきます。はい、ということで、なんとですね、こちら、もうこんなに大量なね、イノセントの、まあ、グッズだったりとか、ジュースをね、送っていただきました。すごい。ちょっともう一度ね、改めて簡単に紹介すると、イチゴのね、イチゴとマンゴーと、こちらがラズベリーとリンゴですね。で、これの二つは何かな？同じような感じだけど、紙ですね。紙のジュースで、で、靴下。そして、こちらのカップですね。コーヒーカップかな？コーヒーじゃないかもしれないけど。で、このイノセントのエコバッグということでね。で、ちょっとごめんなさい。本当に今回興奮しすぎて、なかなかね、ちゃんと紹介できたかわかんないんですけども。これね、何がすごいかというとですね、案件じゃないんですよ。本当にもう、イノセントさんのご好意でね、送っていただいてるんで、いや、これはちょっと僕からのちょっとでもお返ししたいということで、ちょっとイノセントについてね、語りたいと思うんですけども、イノセントってね、今日本でも多分見たことある方いると思うんですけど、で、僕もね、そのイノセントが日本であるよって言ったら、結構ね、みんないろんな方が、僕イノセント買ったから見て、みたいな、イノセント予約書いたよとかいうやつをね、DM とかでものすごいいただいてて、本当にね、僕も嬉しいんですけども、実はそのイノセントはですね、東京オリンピックの公式スムージーになっていてですね、今日本でも売られてるんですよ。確かね、セブンイレブンかな、すべての全国のセブンイレブンに売ってるみたいです。で、沖縄がどうだったか忘れたんだよな。なんか沖縄に住んでる方が僕のとこはないよみたいなこと言ってたような気もするけど、まあ、多分ね、大体全国、セブンイレブンにね、売ってると思うんで、ぜひね、本当にぜひ飲んでみてください。で、僕の一押しはですね、いちごとマンゴーかな。で、キウイもあるんですけど、キウイも美味しいですね。で、この前期間限定で僕は日本帰ってた時にね、人参かな、なんか人参となんちゃらのミックスみたいなのもあったんですけど、それも超美味しかったです。もうちょっとね、高めなんですけども、ぜひ飲んでみてください。もう飲んだらわかる、このイギリスの風味。もうね、ポテトの大地から生まれたとは考えられないね。もう本当に美味しくて。これはね、ちょっと調べないとわかんないかもしれないんですけど、着色料とか人工加工物みたいなのはね、使ってないんですよ。それがもう本当に僕のここで生きていく上でね、ビタミンを取れるっていう、ものすごいありがたいです。はい。ということで、今回は謎の荷物がイギリスの学校に届いたんですけども、まさかのね、イノセントさんからすごい仕送りをいただいたということで、もう感謝でございます。もう、ありがとうございます。一応、イノセントさんのね、ホームページとか、まあ、ツイッターとかかな、概要欄でね、貼っとくんで、ぜひ見てみてください。はい、ということで、今回はこの辺で、バイバイ！ありがとうございます。はい、ということで、冷蔵庫に今しまってきたんですけども、ちょっとね、問題があれなんですよ。結構冷蔵庫にね、個人のものを入れると勝手に食べられて飲まれたりするんですけども、まあね、クラスメートに行って書いてくださってたんでね、もし取られてもちょっと、我慢しようというか、まあとりあえずね、はい、何本か飲まれても怒んないようにしたいと思います。てかね、あの量を2週間で飲まないといけないんで、さすがにね、飲まないわけにはいかないということで、久しぶりのイチゴのスムージーを飲ませてできてると思います。チアリズ。これのために来ていたんかな。はい、何を言ってるのかわかんないんですけども、悶絶する美味しさでございます。
ぜひお買い求めください。いや、うまっ。